ルセウスに会いに行くぞー。ってことでアルセウスに会うため、すべてのポケモンを捕まえる旅に出発し、ようやく最後のポケモン、ミカルゲと出会いました。ゲットすることでようやくアルセウスに会うことができます。さあ、ミカルゲを覚悟するだろう。おい、バカー！ほわ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 。俺は早くアルセウスに会いたいんだよ。よっしゃ！ポケモン図鑑の完成！楽勝でした。編集の編集ミスかな？すべてのポケモンと出会えという目的を達成したわけですね。そうなんですよ。君はどこに行くべきなのですか？天眼山だよ。よし、みんな、今から俺をここへ呼び出した全ての元凶、君らを捕まえることになった全ての元凶のもとに会いに行くよ。ギラティナ、パルキア、ディアルガ、そしてレジギガス、お前たち4人にとってはね、すごいなんか。おい、ミカルゲ寝たぞ。ミカルゲ？ミカルゲ？どうしたのミカルゲ？主人公以上にね、すごい、あれなそう。ガブリアス早いけや。来たぜみんな。アルセウスとの待ち合わせ場所へ。何もないけどな。パッと見何もないし、どこにもいないな。あ、なんかマーク出てるね。お？ここ調べたらアルセウスに会えるのかな？みんな準備はいいか？ギラティナ気合十分。行くぞ。頑張るぞー。よし、パルキア君を使おう。パルキアが返事してくれたので戦闘に置いておこう。仕方なく返事したんじゃないかってくらい間があったけど。展開の笛から音が聞こえる。展開の笛を吹きますか。展開の笛を吹いてみた。どこにしまってたんだそれ。どこにしまってんだそれ。うるせえな、いちいち。お？おお、光の階段が現れた。行くのか。いざ、最終決戦。うわ、なんだここ。なんか思ったよりまがまがしいとこ来たぞこれ。宇宙まで来ちゃったよ。先見えない階段登り切ったのすごいな。何もない。誰もいない？広すぎない？広くね？でけー。主人公、あ、え、これさ、この下の模様なんかさ、床の模様が HGSS の神と遺跡イベントで出てきた模様と一緒だな。パルキア、レベル1でゲットできるやん、卵。やあ、ようやく会えたね、アルセウス。とりあえず元いた世界に返してくれませんか。とりあえずというか、それが一番なんですが。お前、すげえ、シャイじゃん。目の前にいるのにスマホで連絡してくるだなんて。本を通じてじゃないと会話できないよ、この子。めっちゃシャイじゃん。お、螺旋、ういー、おお、戦うのか。会話もなしにいきなり勝負とは、拳で語り合おうってことかい。会話もなしに？シャイにも程があるな。シャイでも拳で語ろうとはするな。ちゃんと。おお、さあ勝負だアルセウス。一発でクリアしてやるよ。当たり前でしょ。うわあ、ちょ、無理。瞬間移動は効いてない。そういや、アルセウス戦はめちゃくちゃ難易度高いって話だぞ。マジ？なんかめっちゃビーム打ってくるので、とりあえず回避でやり過ごそう。お、チャンスだ。今度はなんだ。ほう、なるほど。今までやってきたボスたちと同じことをするって感じか。これディアルガと似たような攻撃だね。今までのボスが使ってきた技を使ってくるのラストって感じがするな。とはいえ隙が大きいので攻撃しましょう。あれし、あいて、ちょ待って、おい、もう次ないぞ。攻撃激しくないですか。尻もちついてるのに一生隕石食ってきますよ。殺す気ですか。いちいち行動が長いな。一個一個の攻撃が長いので、ちゃんと攻撃が終わってから攻撃しなきゃダメですね。とはいえ攻撃の合間の隙はそれなりにあるので、その隙に一個足で目玉ぶつけたいね。
で2回いけるな。この攻撃の合間も2回攻撃できるぞ。というかこれなんでアルセウスと戦ってるの？そりゃ試合で拳しか喋らないからでしょ。拳しか喋らないって何？アルセウスの拳は一体どこ？うわ、なんか急に BGM 来た。何それ？何？なんだこれ？何？何？あ、これあれか。ウィンディと同じやつか。あ、待って、わかったわかった。これ壊さないとやばいやつや。トッティすでに当たんね当たんねちょっと待って、当たんねんだけど。主人公ちゃん、肩期待を大ちょい上に投げろよ。当たんなかったんだけど。そこそこ順調に1ゲージ減らしました。お、なんだ、色が変わった。なんだうっ、なに、いやー、なにこれなにこれなにこれ、なんか避けれたわ。だっとけよそこは。なんでだよ、なんかボーナスゲーム突入したので投げまくれ。なんかボーナスゲーム、ボーナスタイム入った、ボーナスタイム入った、ボーナス。また消えやがったぞ。いやかっこいいじゃねーか。狙った感想そこなんだ。ファルキアたち参戦する間はないか。これあんなにパルキアが気合十分だったのに。いや、だいぶ気を使った返事でしたよあれ。キラティナに挑戦のチャンスもあげたのに。やべ、あとワンパン、あとワンパンで死ぬ。パルキアたちのこと考えてる余裕ないだろこれ。いや、できる。ポケモンの気持ちを考えてやるのがトレーナーとしての役に。雑念はやめろ。ポケモンの気持ちを雑念にするな。さあ残りゲージ一つ分くらいまで来たぞ。しかもまだ被弾は2回のみ。心に余裕はある。パルキアの思いにも応えたい。それはそうなんだけど、ここまでゲージ減らしてまだポケモンバトルのチャンスないのか。そうなんですよ。これもしかしてポケモンバトルはないのかな。完全にアルセウスとの一騎打ちなのかな。いや、でもこれウィンディと同じ攻撃なら弾を全部壊し終わればポケモンバトルなんじゃね。確かにウィンディの時はこのため攻撃を防げばポケモンバトルだった。よし、頼むぞ。あと1個だ。さあ、よし、パルキア、君の出番だ。あー、うわ、投げる間もなく終わった。あー、とどめ刺しちゃった。ちょっと、何してんだよ。おい。パルキアがせっかく、戦いたがっていたのに。すべてのポケモンに出会う。あなたは、見事な、すべての、すべてのポケモンに出会う。あなたは見事成し遂げました。もうオロチマルだろこれ。諦めなければ思いはいつか叶えることができる。あーん、やだ。あなたの活躍はそれを表しています。古代の英雄、彼らと同じように。そう、この古代の英雄って何なの？時間空間を超え。新た喉の限界迎えてんじゃねえか。時間空間を超え改めて示してくれたこと喜びます。この世界にあなたを呼んでよかった。これからのあなた、そしてあなたが生きていく宇宙を私は祝福しましょう。あの、そんなんどうでもいいんで、元いた世界に返して。私の分身をあなたに託します。話聞け。願わくばより近くで共に世界を見せてあげてください。え、主人公ちゃん、レジェンドプレートを受け取った。万物の力が宿った石板、あるポケモンに使うとあらゆるタイプの力を得る。あらゆるタイプの力を得る。どうやらアルセウスの専用技、さばきのつぶてを使ったら自動的に相手の弱点をつけるようになるらしいです。とかな。君に戦わせてあげたかったんだけどね。あの、唯一声援をくれた、ごめんって。めっちゃおこちゃん。掛け声にね、合わせてギャオーってやってくれたから、君を絶対先頭にしてね、戦う。ごめんって。言い訳じゃないんだよ。アルセウスが弱かったからさ。アルセウスが弱かったからさ。ね、そうだよね。本当にね、俺悪くないよね。こうやって見るとパルキアウルトラマンみたいな頭してるね。よし、アルセウス。アルセウス。元いた世界に返してくんない？